マルキーサガット対数 2T 側アバネロ戦隊チレンジャー戦法はルートアドン。さあ、ワビガー、羽山丸木は全部花丸木サガットで対するツミガーがルートアドンというところで、まず先手を切っていったのは花丸木だが、コンボ詰めていって、さあ体力持っていく、さあ置いてある、二冠パンチ、中足から ES 下タイガー、さあ踏んで、さあ弾を打っていく、花丸木、さあ当たる。さあセミで前捨てしていく、徐々に体力を落とし削っていくが、おっとそこ投げ通して、いいえ、いやー振り向きアパカで一本選手は花丸木サガット。さあシャガチュー落としていってから刻んで前捨てダッシュ投げ、はい、もう一個投げを通していくのはルートアドン、ナイスガード。さあこの捨て牌までしっかり投げはグラップ、イエスジャガーキック、空対空落としていくが二冠パンチが置いてある。さあ投げ通らずシャガチューまで大剣、さあステローをバックステでかわして、さあしかし弾置いてある、あとイエスで踏んで中段ナイスガード、最後はジャガーキック一本取り返してファイナルラウンド。さあ中足からこれはちょっと安いかもしれない、さあタイガー打って、さあタガー、タイガーとジャガーの戦い、あっとな何かが見えた、大剣カットんでいく、さあタイガー置いてあってイエスカットンで投げはグラップ取って、ナイスゴロ投げ下タイガーイエストゥース暴れて投げ裏回ってしまった、投げが通ってもう一丁投げ、さあ投げ決めて先鋒戦制したのは花丸木サガット。さあビンブロック準決勝第2試合というところで大将戦、大将戦は羽山対イオリ、さあ先鋒先制しているのはワンピーガは羽山丸木、さあ大将戦は羽山ヤン対イオリフォルテというところで、まず先制を切っていくのは羽山ヤン、さあ大足出して逃げていくが刻んで中足選球体上踏んで踏んで中足ハイホイからのどんどんガン攻めから画面端往復、さあしかしここは逃げていくイオリフォルテ、さあ入れ替えてなんとかかわしていく、大球が当たらない、トラップキックこっから、さあしかしふんくー投げ、さあ裏はナイスガードです、ここもしかもナイスラップ、中足道路さんであーっとうまくプレスかわして中足差し込んでリーチをかけたのは羽山やん、さあうまい対空ドンキからプロペラで、さあ夢が広がる中段からの壊し刻み、さあ体力を結構奪ってこ、さあここからさあ戻りしっかりにヒットを決めている、さあプレス当たって、さあしかしここは刻んで、はいはいはい中足踏んで刻んで、さあ読んでいる、さあここで暴れて上からプレスかわして
イエス天球台しかしイエストルテア中段壊し刻んで1本取り返してファイナルラウンド Welcome down to this. Fight! さあファイナルラウンドで楽しい。さあ大パンからプレスはナイスガードで、おっとミスを誘って投げが通る。さあビャック置いてある。さあ上からかわして、さあ踏んで、はいほいはい。さあ上見えてる。さあ力強い。さあかわして、はいほい踏んで落として転がって、さあって全部読めていた。さあかわして、はいはいはい、届かない。さあまだ何かがありそう。さあトラップキック下段かわした。当たらず勝ったのは羽屋丸樹。はい、それではですね、 B ブロック決勝の方進みたいと思いますので、羽屋丸樹 2P 側にお願いします。